ショコラたちはまたまたやってきましたにゃ。うんうん、やっぱり遊園地とか人が多いところは平日に限る。この開放感と隣り合わせの閑散感がたまらない。一日遊びまくりですにゃ。落ちるやつとか速いやつとか回るやつとか。水族館も素晴らしい。私のジンベエが呼んでる。でも絶叫してるご主人とか本当ウケるしね。ほうクスクス。子猫に向かって何たる失礼な言い草。だからいいけど、もじもじ。人数が多いって？僕遊園地って初めて。広い、大きい、かっこいい。おお、すげえな。なんかやたらでかい建物がたくさんあるぞ。こりゃ猫の血が騒いでテンション上がっちまうな。めいちゃん、回転木馬、回転木馬があるよ。回転木馬ってすごいエッチな名前だよね。こうそのすごいなんかいろいろと潤っちゃう名前だよね。なんでわざわざ日本語読みしてんのよ。普通にメリーゴーランドって言いなさいよ。本当あんた近寄らないでくれる？いや割と本気で。みんながいますよ、ご主人様。お姉ちゃんたちが大集合。まるでうちのお店。こらこら、みんな。いくら遊びに来たとはいえ、羽目を外しすぎてはダメですよ。水月の家の者として、鈴持ちの猫として恥じないように。しぐれちゃんも、しぐれちゃんもいる。おお。本当にこれでフルメンバー。こんにちは、ショコラ、バニラ。お元気そうで何よりです。昨日会ったばかりですけど。兄様も、お待たせしてしまい申し訳ございません。ありません。お誘いいただき嬉しかったですから。昨日は猫たちと一緒にどんちゃん騒ぎしたものです。あ、兄様から遊園地での王政にお誘いいただけるなんて。これで天に昇らない妹がいますでしょうか。ついについに兄様も兄弟の一線を超えるお覚悟をいただけたのですね。はい、喜んで。みんな、聞きましたか？兄様からの厳令で、今日は羽を伸ばしまくりですわよ。伸ばさなかった猫はおやつ抜きですからね。任せるのですよ、しぐれちゃん。
ショコラは遊ぶことに関しては定評ありですから。賢明とあれば仕方ない。私も命を賭して遊ぶ。めっちゃ遊ぶ。全アトラクション制覇は基本だよね。お姉ちゃんが怖くても僕がついてるから安心してね。制覇どころか周回だろ周回。おめえこそ途中でへたるんじゃねえぞ。姉ちゃん、回転木馬一緒に乗ろう。ね、一緒に行こう。私と一緒に上下に揺さぶられちゃおう。ちょっと、割と本気で近寄らないでくれる？てか、なんで私と前提なわけ？他の連中と乗ればいいじゃない。私とめいちゃんの中でしょ。いいじゃない。いいでしょ。ちょっとみんな、シナモンの介護して。本当に。うん、みんなやる気で嬉しいですわ。兄様、私たちも負けていられませんことですよ。兄様と私の兄弟魂をここいらでガツンと見せつけないと。3, 2, 1と思う。
おろろろろろろうわぁ、なんかいる、なんか見てる、何かが私を、めいちゃんが、あの強気なめいちゃんが失禁しそうになって、大丈夫だよ、いざとなったら私のパンツと交換してあげるから。漏らしてないわよ、人聞きの悪いこと言わないでくれる。てか仮に、本当に仮にそうだとしても、なんであんたのパンツ履かないといけ。あおお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 にゃーダメ、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 ダメだよ、めいちゃん。そんな声聞かされたら、シナも、うるおちゃう。いいですわ。みんな、いい顔してますわよ。もう最高ですわよ。ショコラ、そこで変顔しなさい。得意のやつ。ああ、そうそう。あずきもその落ち具合、ブサ可愛くて、いいですわ。メイプルは顔見せなさい。シナモンのスカートの中に隠れない。兄様、これはまたアクセス倍増。いえ、地上の匂いがしますわ。遠出して遊びに来た甲斐がありますね。何をおっしゃいますか、この可愛い猫たち。いえ、恋猫たちの勇姿を見てキュンキュン来ているのでしょう。ソレイユのファンの方々もブログで同じように喜んでくれる。これをウィンウィンの関係と言わずに何と言いましょう。変顔こっちに。うん、ココナッツもいい顔してますわよ。ギャップがいいです。シナモンはよだれ拭きなさい。滝のようになってますわ。一番付き合いあるしね。甘えてるのかって言われたら知らないけど、腐れ縁とでも言えばいいのかしら。にしてもさっきの写真、本当にブログにあげたりしないわよね、しぐれ。あんな顔出されたりしたら私のイメージ下がっちゃうわ。そんなことさらっと言うあたりが過小よね。私のことも子猫に狙ってんの？ブログ一つであれだけ稼げるんだから趣味なんて言えないでしょうよ。知らないの？そもそも私たちの猫ブログがしぐれの会社の資金源じゃない。はあ、あんた
くせにそんなことも知らないわけ？いろいろと狙ってやってますよ、しぐれちゃんは。影から歌手を支えてるのに報われないわね。あんなにけなげなのにほんとかわいそうだよね。兄弟に生まれたことよりも世界一鈍い兄を持ったことが不幸よね。それでこそ歌唱さんだから仕方ないけどね。私も喉乾いちゃったのでお買い物してきますね。ありがとう。お言葉に甘えていただくわ。じゃあ売店まで一緒に行こっか。歌う流れ星駆け抜けた青空の向こう、今だけのこの瞬間君と見つめてたい。私歌手になるのが夢。私もめいちゃんと一緒に歌手になる。私の動画見てるわね。懐かしいですね。恥ずかしいですけど。しぐれちゃんのブログ見てたんですか？歌ってる猫が珍しいだけよ。見せ物みたいなものね。ま、猫も珍しいっちゃ珍しいから、そこのコメント見ればいかに暇人が多いかわかるでしょ。皆さん、こんにちは。なんと今日はスペシャルゲストがみんなのために遊びに来てくれてるぞ。大きな声で呼んでみよう。せーの、猫ウィッチーズ。あ、めいちゃん、猫ウィッチーズのステージショーだって。チームやってるわね。てか、まだやってたの？あのアニメ。私たちが見てたのは初代だけど、今は3作目だよ。
そうですそうです、子供たちに人気の長寿アニメなんですよね。さっきのオープニング曲も変わらずにずっと使われてるんですよ。ねえねえ、めいちゃん、ちょっとだけ見に行こうよ。行ってくればいいじゃない、一人で。一人で見てもつまんないよ。めいちゃんだってあの歌大好きだったし、今でもたまに歌ってるよね。あ、ちょ、シナモン。私、めいちゃんがこの曲歌ってくれるのすごい好きだったんですけどね。最近はお願いしても歌自体歌ってくれないんです。やめてそういうのを、本気で。わーい、やったー。じゃあ早速行こう行こう。はぁ、あ、もうほんと、あんたってば仕方ないわね。シナモンはステージショーを見に行ったのですか？まあ大変、悪いウィッチーズが子供たちを人質に取るつもりだ。人質になってくれる勇気ある子はいるかな？いませんね。最近のクソガキどもはノリ悪いわ、ほんとノリ悪いわ。じゃあこちらから捕まえに行っちゃうぞ。いや、子供とか無理強いするとクレームすごいから、あ、そこにいる猫ちゃん、魔法少女コスしてるちょっと痛めの猫ちゃん捕まえちゃって。少女コスって私のことですか？どう見てもあんたしかいないでしょう。でもちょっと痛めって言ってたから私じゃないかも。どう見てもあんたしかいないって。そうなの、私ってちょっと痛い猫に見えるの？本当に？ショーのために協力をお願いしますね、痛めの猫ちゃん。いやー、これはしぐれちゃんの趣味であって、私はそこまで痛い猫じゃないのに。はーい、手頃な人質。あ、猫質が手に入ったので話進めましょう。ある魔法少女コスの猫ちゃんに拍手。パチパチパチ。猫ちゃん、お名前は？あ、シナモンと申します。よろしくお願いいたします。わあ、しっかりしてる猫ちゃんですね。一応これでも鈴持ちですから。はい、それでは猫ちゃんのシナモンちゃんに改めて拍手。パチパチパチ。何か妙なことに巻き込まれていますが、
でも最近の親はうるさいらしいですからね。ヒーローショー側も配慮が大変なのでしょう。こちらも写真撮っておけば良いブログのネタにもなりますし。では兄様、もっと前に移動しましょうか。あ、すみません、アナウンサーの方。縄が緩くて落ちちゃいそうなので、もうちょっときつく縛ってもらってもいいですか？え、きつく？はい、途中でほどけちゃっても見てる子供たちに良くないですし。なんという役者魂。ご協力ありがとうございます。じゃあちょっとだけきつくしますね。このくらいで大丈夫ですか？ですけど、このくらいがちょうどいいかもです。じゃあシナモンちゃん、ちょっとだけ我慢しててね。すぐに良い子のお友達が助けに来るよ。にゃーん、みんな助けて。うん、でもこれきつくて、こういうのも意外に悪くないかも。猫ちゃんのピンチを救ってくれるのは誰だ？早く助けてあげないと、シナモンちゃんがいたずらされちゃうぞ。いたずら？私、いたずらされちゃうの？そんにゃ、ダメ、拷問されちゃうなんて。こんなに子供たちが見てる前で拷問なんて。そんなことされたら、シナモンこんなところだけど震えちゃう。おい、プルメ、あのうちの恥は一体どういうことだ？私が知るわけないでしょうが。あんまあっち見るんじゃないわよ。仲間だと思われるでしょ。鈴のテストじゃああいう性格までは出ないしね。どう見てもキャストミス。ショーの人たちは運が悪かった。チーン。シナモンちゃん楽しそう。さあ、シナモンちゃんを助けるためにはみんなの歌の力が必要だ。みんなで力を合わせて悪い魔法使いをやっつける歌を歌おう。オープニングの主題歌、歌える人はいるかな？うん？はーい、誰もいませんね。本当にクソですね、君たち。マジでほっと空気読んでくださいね、空気を。社会人になってから苦労するぞ、お前ら。最近の子供たちはシャイですからね。こういう現場スタッフも大変です。うんうん。あ、アナウンサーの方、アナウンサーの方、あそこにバッチリ歌も歌えて、さらに無害な適任者がいますよ。え、もじもじ、そんな救世主がいるの？どれ？どの人？君、呼んじゃってよ。それなら運営に責任来ないし。わかりました、任せてください。めーちゃん、めーちゃん、助けて。めーちゃんって、は？は？私のこと言ってんの？どう考えてもめいちゃんはおめえしかいねえだろう。うわ、この空気の中でご指名はきつい。いやよ、私そんなの。なんでわざわざあんな見せ物になりに行かなきゃいけないのよ。バカじゃないの？
そのバカに呼ばれてんだからしゃあねえだろ。シナモンに目をつけられた時点で死んでいた。なんも。めーちゃーん！私このままじゃいたずらされちゃうの！そこの茶色のアメリカンカールの猫のめーちゃーん！そんな具体的な名指しやめてくれる？ちょっと！みんな、子供たちだけじゃなくて、スタッフさんたちもみんなが助けを求めてる目で見てるよ。これはちょっと逃げられない空気だよね。いいですわ。いい絵が撮れてますわ。こういうサプライズとかハプニングが撮影の醍醐味ですわよね。わかったわよ。行けばいいんでしょ。行けば。ほらスタッフ、とっとと私をステージに連れて行きなさいよ。もう。これまた可愛い猫ちゃんが猫ちゃんを助けに来てくれました。勇気ある猫ちゃんに拍手！パチパチパチ！猫ちゃんのお名前は？メイプルよ。シナモンのお姉ちゃんね。お姉ちゃん！また美猫なお姉ちゃんですね。メイプルちゃんに改めて拍手！パチパチパチ！メイプルちゃんは猫ウィッチの歌は歌えるかな？大丈夫よ。とっとと始めちゃってくれる？はーい、それではみんな、猫のお姉ちゃんと一緒に歌いましょう！はぁ、たく、なんで私がこんな目に、こんな見せ物、とっとと終わらせよう。これだから見せ物になるのは嫌だって。ブラボー！ブラボーですよ、猫ちゃん！素晴らしい。本当に素晴らしい歌でした。本当に。皆さん、歌ってくれたメイプルちゃんにもう一度盛大な拍手を。だったぞ。すっごくよかったよ。さすがメイプルお姉ちゃん。うん、すっごいかっこよかった。ショコラは聞き惚れちゃったよ。私もよかったと思う。水無月家の誇り。まあ、ありがとう。なーに照れてんだよ。普段なら私なんだから当たり前じゃないとか言うのに、一丁前に緊張でもしてたんか。うっさいわね。ほっときなさいよ。でも本当にすごくいい歌でした。え、私も久しぶりにメイプルの歌が聴けて
嬉しかったですよ。まあ、別にこのくらい。お疲れ様、姉ちゃん。助けに来てくれてありがとうね。あんた、わざと私のこと呼んだでしょう。あんな空気作れば歌わざるを得ないと思ってさ。そうかな、そんなことないよ。でも私も久しぶりにめいちゃんの歌聴けて嬉しかったな。言っとくけど、こんなこともうごめんだからね。ダメ、また聴きたいな。いやって言ってるでしょ。来いと怒るわよ。にゃーん、怒らないで。お姉ちゃん、すっごくお歌上手だったね。すっごくかっこよかった。握手して。私も握手してほしい。じゃあ私尻尾触りたい。お耳でもいいから。ちょっと、尻尾は触らせないわよ。耳もダメ。うわぁ、ちょっと手引っ張っちゃダメだってば。順番にしてって。はい。やれやれ、大人気になっちゃいましたね。そうですね、メイプルも子供は好きですけど、おどけたりあやしたりするのは苦手ですから。お嬢カールはプライドばっかり高えからな。あ、でもメイプルお姉ちゃんは人に意地悪したりしないから。そうですね、もう少し素直になってもいいかとも思いますが、それはメイプルのいいところでもありますから。それよりも私は思わぬいい映像が手に入ったので、いろいろと楽しみです。はぁ、ひどい目にあったわ。お疲れ様、めいちゃん、大人気だったね。猫が歌ってるのが珍しいだけよ、本当に。そんなことないと思うけどな。そうだよ、ショコラもまた聞きたいもん。いっそお店でステージショーしよう。嫌だって言ってるでしょ。いい加減にしてよね。にゃーん。そうですね、猫も成長過程ではいろいろとありますから。で、またそれです。じゃあみんな、休憩は終わりということで、まだまだ今日は遊び倒しますわよ。はい。Thank you.